か、うん、私もやろうかな。今度断食参加するよ。なるほど。で、今月かな、来週かな、うん、インドネシアでムスリムのイメージがあるじゃん、イスラム教、うん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 、はいはい、そう、イスラム人がいっぱいいる、うん、ね、うんうんうん、で、今月、ラマダンでいう月がある。なんで？ラマダン、聞いたことある？ラマダンは、ラマダン、ラマダン、今年は22日から4月21日まで、ラマダンの時は、断食。あ、断食するの？そう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 。考えられない。1ヶ月。1ヶ月？でも、1ヶ月食べないの？1日ずつね。1日ずつ？わかるかな？1日食べない、1日食べるってこと？うん、例えば今日、朝の4時から18時まで食べちゃダメ。朝の4時から18時まで？あ、今日の夜までってこと？そう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 。それはできそう。できそう。それはできそう。それはできそう。夜に食べるってことや。そう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 。1日1回だけ？1日、そうそうそう、うんうん、でも、何も飲んじゃダメ、水もダメ。ん？うん、夜はいいの？ん？朝から夜まで飲んで食べてはダメ？うん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 、そう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 。夜は飲んでいいの？夜は飲んでいい。うーん、そういう、なんか文化もあるから、うん、いただきます。あ、いいのこれ。うん、ザーサイ。いただきます。いただきます。いただきます。うん、おいしい。おいしい。うん、野菜だよ。野菜ね。おいしいおいしい。多分。ゆちゃんのご飯食べた？朝は食べた。お昼食べてね。ちょっと食べた。お腹すいた？あんまり。うんうん。すいた？美味しいよね。美味しい美味しい。断食すごいね。うん。え、それ1ヶ月やるの？そうそうそう。みんな？え、いつからいつまで？5月？さっきの4月から3月の22日から、うん、ん？ 1 ヶ月だけ？1ヶ月。1ヶ月だけ朝昼は食べない、夜食べる。そう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 。すごい。なぜかというと、なんか食べ物がない人がいるんじゃない、うん、いるかもしれないから、なんかその人の気持ちを感じる。通じるかな。通じる通じる。そういう感じかな。痩せそうだね。ん？痩せそう。そう、確かに。ね、そっか、うん。私もやろうかな。うん、できる？食べるの大好きだけど我慢しようかな。そう、それもね、お腹とかじゃなくて、お腹だけじゃなくて心もなんか我慢しなきゃいけない。そう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 。だからその断食終わったら、そのラマダンが終わったら、みんなは
優しい人になるかもしれない、うん、もっと優しく、うんうん、でも断食しない人もいる？いる。あ、いるんだ。食べたいからって。なるほどね。どんくらいの人が断食して断食しないの？多分 70% が断食する。30% がしない。食べる。多分ね。あ、そっか。何にする？食べ物。食べ物？今日も断食？うん、まだまだ大丈夫。まだ大丈夫。まだ大丈夫。デザート？オッケー、いいよ。デザートはバニラアイスとチョコトリュフと雪見大福と豆乳プリンがあります。どれがいい？抹茶の生チョコもある。抹茶の生チョコにしよう。うん、チョコ私好きだから。どれ？チョコ、チョコレート。生チョコトリュフ？うん。これ？オッケー、それそれ。お願いします。はい。抹茶の生チョコ。オッケー。オッケー。で、その、ラマダンが終わったら、うん、お祭りみたいがある、うん、お祭り、そうそう、お祭りがあるの、うん、何の断食を、そうそうそう、いっぱい食べれるの、いっぱい食べれる断食終わったから、そうそうそう、その時もなんか親にもし私が間違いがあったら許してくださいねみたいな、うん、そういう感じの友達も言う、そういうことも言う、例えば今美沙ちゃんと出会って「あのさ、もし間違いがあったら許してくださいね」って美沙も「あ、私もそう、ま、もし間違いがあったら許してくださいね」みたいな、だからそのっていう挨拶、うん、そういう、そうそうそう、だからそのあとは何かもっといい人になれるみたいな感じです、そっかそっか、あ、じゃあ今までの私を許してねみたいな感じ、そう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 、なるほどね、うん、飲み物も頼む、断食じゃないでしょ、断食じゃない、今日はまだだからね、今度断食参加するよ、なるほど、断食は、その断食はただ食べ物とか食べ物に我慢するだけじゃないから、なんか怒っちゃダメ、怒っちゃダメ、そう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 、その間は、そう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 、泣いちゃもダメ、泣いちゃうのもダメなの、だから感情も我慢しなきゃダメなんだ、それ守る人いる、いるの、でも怒る人もいるでしょ、まあその時は多分本当にかな、あ、我慢するんだ、いいことだけする、なるほどね、うん、じゃあありがとう、このまま食べる、うん、これ新しい柱、これいっぱいね、ありがとう、その日が来てなんかいつもいいことだけやるから、うん、その後は本当になんかいい人になれるかもしれない、あ、面白いね、それは面白い、そうそうそう、いいことだね、いいこと、うん、食べるの好きだから、うん、我慢できるかな頑張りますまあそれはなんか空手にも、いい、ダイエットとかでもいいの、うん、
でも夜食べる方が太らない？確かにね。ねえ、まあ、夜我慢した方がいい。うん、だから18時だったらまだいいんじゃない？まあ10時までは、うん、まだいい。うん、確かにね。11時以降は多分良くないかな、食べるの。10時以降に食べてばっかりいる。最近仕事が終わるの遅いから。そう、10時にラーメン食べてる。10時くらいに終わってラーメン食べてる。あ、ラーメン好きなの、うん、遅くまでやってるのが、うん、ラーメンとかしかない。はいはいはい。中華屋さんとか遅くまでやってるから、会社の近くで食べて、はい、たぶん3キロくらい太った。言えてないでも。ここすごい。我慢しないとです。そうだね。どこかで、どこかの国とかもインドネシアでもいっぱいいるかもしれない。なんか食べ物がない人とか、たぶんいっぱいいるかもしれない。そうだね。だからその人の感じを感じるみたい。それは大切だね。うん、そうそう。でもそれだったら食べれない人に何かあげたいけどね。うん、あげるあげる。あげる、うん、私のお母さんね、18時に食べるじゃん、いつもは。いろんな食べ物を他の人にあげる。あ、そうなんだ。私のお母さん作って作ってあげる。そう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 。お母さん優しいんだね。うんうん、優しい。それはみんなするの？みんなじゃないけどね。普段食べれない人とかに渡すの？それとも友達とかに渡すの？食べれない人に渡す。知らない人にってこと？住んでる場所がない人もいるから、こういうものが子供たちの場所？そう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 。例えば両親がいない人、いない子供とか、そこで集まるから。そこの場所にもご飯は普段はないの？いつもご飯はある。あ、いつもある。いつもあるけど、なんかいっぱい食べ物がある人はそれあげるみたいな感じ。そっかそっか。そういう人に手伝うことがあるなら手伝うみたいな、そういう文化があります、インドネシアは。なるほど。から、優しいね、インドネシアは。そうそうそう。まあでも人はそれぞれだから、多分あんまり良くない人もいるかもしれない、インドネシア人でも。そうだね、うん、でも文化はいい文化のね、うん、カルチャー。そうそうそう。まあ大体は優しい、インドネシア人は。インドネシアではそういう文化があります。で、なんか日本の文化とか、まだ私まだ知らないこととかありますか？なんか日本の文化知ってると思う。まだ知らないこともいっぱいあるから。節分も知ってるでしょ？節分、うん、ひな祭りも知ってるでしょ？ひな祭りはという祭り。3月3日。3月3日。何をしてるの？いつもは。ひな様を飾る。ああ、はいはいはい。ひな人形をお家に飾って、1年に1回だけひな人形を飾ってあげる。わかる？見たことある？あるかもしれない。うん、お人形？うん、ずっとしまってあるから1年に1回だけ出してあげる。あ、はいはいはい。とかは女の子がいるお家だったらするかな。おひな様は女の子のためのものだから、男の子は5月に兜
カブトを飾る。やる、カブト。わかるわかる。飾るとかはある。ええー。